クラテルナへのミラオトで発掘されたモザイク床クラテルナへあるいはクラテルナは古代ローマの都市。エミリア街道沿いに存在し、コロニアのボノニアとホルムコルネリーの間にあったとされている。エミリア街道沿いの他の多くの都市と同じく、この都市の位置は軍団が1日ごとに進軍できる間隔で配置されており、クラテルナへも大都市間の旅行者が立ち寄る。 宿場町として発展したと考えられている。ローマ人によるガリア・キサルピナ植民と、おそらくそれまでに存在した道を基礎とした、エミリア街道の建設が始まると、初期のうちから、クラテルナへは、エミリア街道と他の街道を、おそらくアペニン山脈を越えて、アレッツォに至っていた小フラミニア街道との連絡点として建設された。紀元前2世紀前半、公式記録上は、 紀元前187年に誕生した、この都市は当時としては中規模な都市であった。4世紀に西ローマ帝国が滅亡して間もなく、クラテルナエも消滅した。ランツオーニによれば、クラテルナエは周辺地域の同様の都市と同じように教区が設置され、コンスタンティウスという名の司教がいた。彼は、関区大司教西安ブロシュースから、 近隣の死教不在のフォルムコルネリー教区を頻繁に訪れるよう命じられていたという。現在、クラテルナエに常駐司教はいないが、今でもカトリック教会の名目上の教区の中には、クラテルナエが名を連ねている。現在のオッツァーノデル・レミリアのコムーネにあるマッチョ村の近くにクラテルナエの遺跡が残っている。近くを流れる小川であるクアデルナ川の名は、クラテルナエに由来している。 エミリア街道の南側でドムスやモザイク舗装が発掘されており、反対側には職人の住居が復元展示されている。その他にも多くの遺物が見つかっており、詳しい調査が待たれている。ありがとうございます。